マリオ・ドラギは、イタリアの経済学者、銀行家、政治家、同国第67代閣僚評議会議長。2011年から2019年まで、欧州中央銀行総裁、2009年から2011年まで、金融安定理事会の初代議長、2005年から2011年まで、イタリア銀行総裁を歴任した。ドラギは、 イタリアのアカデミックなエコノミストとしての長いキャリアを経て、1980年代を通じて、ワシントン DC の世界銀行に勤務し、1991年にローマに戻り、イタリア財務長官に就任した。10年後にゴールドマンサックスに入社し、2006年にイタリア銀行総裁に就任するまでその職を務めた。総裁在任期間は2008年の大不況と重なっており、 その中で金融安定化フォーラムに代わる世界的な基準であり G20 に説明責任を負う金融安定理事会の初代理事長に抜擢された。2011年に欧州理事会の指名を受けて欧州中央銀行総裁に就任した後、これらの役割を退いた。ドラギはユーロ危機の間、同期間を主催し、ユーロの破綻を防ぐために、 必要なことは何でもすると発言したことで、欧州中に知られるようになった。2014年、ドラギは、ホーブス氏に、世界で8番目にパワフルな人物として掲載された。2015年には、フォーチュン氏で、世界で2番目に、偉大なリーダーにランク付けされた。2019年5月、ポール・クルーグマンは、ドラギを間違いなく、現代の最も偉大な中央銀行家であると、評した。 2021年2月3日、COVID-19 のパンデミックの真っただ中、ジュゼッペ・コンテ首相の辞任を受けて、ドラギはイタリアのセルジョ・マッタレ・ラ大統領から新政権の樹立を調整された。同盟、5つ子運動、民主党などとの交渉が成功した後、ドラギは2月13日に首相に就任した。ローマ生まれ。ローマ・ラ・ッサピエンツァ大学を卒業した後、 1976年にマサチューセッツ工科大学で経済学博士号を取得。1981年から1991年まではフィレンツェ大学で教授を務めており、1984年から1990年の間世界銀行のエクゼクティブディレクターも務めていた。1991年4月第7次アンドレオッティ内閣で、 経済財務省総務局長就任。イタリア経済は、第二次世界大戦後の復興の過程で、炭化水素公社や産業復興公社などの半官半民企業が大きく、力を持っていたが、ドラギは国家が大企業の役割を果たす仕組みは危険だと、考え、その恒久的解決策として民営化を提唱。ドラギの学術顧問らもそれを支持した。 織下ドラギの就任当時、政府は企業からの汚職スキャンダルに激しく揺れており、幾人かの有力政治家が非難を浴びている状況だった。1993年、民営化委員会の議長に就任したドラギは、電気通信事業のテレコムイタリアを手始めに大規模な民営化を実施。1999年までに市場価値10兆円規模の民営化を行った。 民営化による収益は政府債務の圧縮に貢献し EU 参加のためのマーストリヒト条約基準にも適合することとなった。イタリアのコーポレートガバナンスを規定した法律の立案にも大きく関わっておりドラギポーという名で知られている。その後は2002年から2006年までゴールドマンサックス副会長2006年1月16日にイタリア銀行総裁に就任。 総裁就任後最初の大役として2006年4月 G7 参加国をはじめオーストラリア、香港、オランダ、シンガポールなど異なる国と地域の金融、中銀関係者から構成された金融安定化フォーラムの議長を務めている。またドラギはプリンストン高等研究所やブルッキングス研究所の理事 G30 の参加メンバーでもあることでも知られている。 2011年11月1日、ジャンクロード・トリシェの公認として、第3代欧州中央銀行総裁に就任。就任当時は、欧州ソブリン危機が深刻化し、ユーロ崩壊が囁かれる状況であったが、2012年7月26日のロンドンでの講演において、ユーロ存続のためあらゆる措置を取る用意がある。私を信じてほしいと発言。 大規模な量的金融緩和政策を推進し、2014年6月には、主要中央銀行では当時異例となるマイナス金利の導入に踏み切った。欧州債務危機の沈静化に果たした役割から、ユーロの救世主やスーパーマリオと呼ばれた。2015年4月16日、ドラギの会見中にドイツ人女性が乱入し襲いかかる事件が発生した。 女性は紙吹雪を巻きながら ECB の独裁を終わらせると叫び、直ちに取り押さえられた。女性はジョセフィーヌ・ウィットという名のアクティビストであった。ECB 総裁退任後の2021年2月3日、セルジョ・マッタレッラ大統領より新首相候補に指名された。ありがとうございます。